おー、おいしい。今回訪れたのは宮城県丸森町。宮城県の最南端に位置するこの町は、多くの史跡文化財や阿武隈川など歴史と自然が見どころの町。阿武隈川は江戸時代から物資の運搬や交通手段として栄えてきました。その舟運の名残を今に残すのが阿武隈ライン船下り。この船下り、清らかな流れに身を任せ、雄大な四季折々の風景をゆったりと楽しむことができます。そして冬の期間はこたつに入りながら船下りを楽しむこたつ船になります。震災の影響はありますが、県外から訪れるお客さんも多く、ここにしかない風景と時間は心と体を癒してくれます。懐かしいですね。今こたつがない家も多いので、すごくあったかい感じがして楽しかったです。いや、寒いのかなと思ってきたら本当にこたつがあったかくてですね、なんか本当にこう景色は寒々しい感じなんですけど、こうあったかい感じでこう見れたのが新鮮でした。すごく事前に予約をすると船の中で鍋を食べることができます。今回は丸森の名物しし鍋をいただきました。しし鍋は丸森で昔から食べられている名物です。あー、美味しい。ニンニクとお味噌のスープですかね。味に深みがありますね。それから脂身の部分なんですが、甘みがありますね。このこたつに入って、このニンニク入りのこのしし鍋で体を外からそして中からも温めてくれそうですね。うん、豊かな自然と伝統の味、冬の丸森を感じてみませんか？